ビビ・藤枝は静岡県藤枝市にある複合商業施設。2005年に藤枝市が藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業の一環として今まで多目的広場として使われていた市田総合病院跡地を有効的に利用することとなり、2007年に大和リース株式会社と事業締結し同施設が誕生した。なお、 静岡県内における、ビビ展開としては、ビビ沼津についで2例目となる。近隣の商業施設に、オーレ・藤枝、アスティ・藤枝、藤枝駅南複合商業施設がある。静岡県藤枝市前島一丁目7番10号、民間施設公共施設藤枝シネプレー5は、シダ、ハイバラ地区唯一のシネマコンプレックスである。 周辺のシネマコンプレックスとしては、静岡市内のムービックス清水、静岡東方会館、シネシティザートが存在する。藤枝市立駅南図書館は、藤枝市内3カ所目となる図書館である。ABCDE、日本の図書館統計と、名簿2014日本図書館協会図書館、調査事業委員会、日本図書館、協会、2015年3月31日、 142から143ページ。ISBN 9兆7848億2041万4186。ありがとうございます。